伝統のカンカン戦。この春の対戦では接戦を演じている両校の対決に注目が集まります。関学大は最初の攻撃で守備の隙をついてロングパスに成功、いきなりのタッチダウンを決め先制します。一方の関西大、立ち直った守備が続く関学大の攻撃を抑えパントへと追い込みます。そのパントで関学大がまさかのスナップミス、セーフティーで関西大が2点を返します。すると関西大はオフェンス陣も奮起、今季好調の主将志村が構想するとクォーターバック岡口のパスで前進を狙います。しかしインターセプトを奪われここは無得点。第2クォーター、関学大が徐々にペースをつかみラング2本目のタッチダウンを奪うと、クォーターバック出雲この日はパスが復調、ミスなく決めていきフィールドゴールで貴重な3点を挙げます。16対2のスコアで迎えた後半戦、関学大がゴール前まで攻め込みますが、ここは関西大が執念のディフェンス、得点を許しません。それでもリズムに乗った関学大オフェンスは続く攻撃シリーズで追加点、パス、ランともに噛み合いリードを広げていきます。関西大は負傷を押してエースクォーターバック大内が出場しますが、攻撃が3発に終わり万事休す。結局37対2と関学大が快勝、王座奪還へ向け期待の持てる内容となりました。関西学院大学のランニングバック橋本選手です。試合振り返ってみてどうですか？試合の結果勝てたことだけすごい良かったんですけれども、オフェンスでサーダウン、フォースダウン何度も僕にチャンスをもらったんですけれども、一度も更新したりタッチダウンにつなげることができなかったので、大きい課題が出る試合になりました。もうショートシチュエーションが全然取れていないので、去年の立命戦で負けた大きな原因でもありますし、この課題は絶対に潰して次の京都大学戦に挑みたいと思います。